AI のことで本を書かれた先生が、実は問題は日本語が読めないことなんだそうとなんです、いそういううここと、とをおっしゃられまおっししたでしゃょ。る通り。で、最近の経済誌でも、この日本人の3分の1が日本語が読めないんだ読めない。というような特集をやってるぐらいですから、そこれはもうう。もう相そ当れなと恐ろこましでいで来ちすゃっね。たいう心配がありますね。だから前に私も大学のその入試テストの話聞いてると、要するに日本語が読めてないんですよね。問題の問いの意味を分かってないから、選択肢の中選ぶときに全くこ違のう問いと。が何を問うてるのかが理解できていできない。てない。これは本当にね、びっくりしますね。ということで、ちょっと防災というかちょっとずれたんですが、ちょっと本質をちょっと今回もう一度問い直しますが、で結局そういうふうに日本人が何か大事なものを忘れてきてるんですけれども、その中でこの防災という意味ですけど、要するに日本人のこの土地ですよね、この自然、我々が天から与えられたこの日本列島というですね、この財産をいかにして次の世代に守って伝えていくかと。一番はもう一丁目一番地は、そういう精神がまずないとそもそも始まらなくて、であとお金の話は後でついてくる話なんですよね、これは。そうこですれね。は。それもそうですし、先生しょっちゅうおっしゃっておられるように、そういったそのインフラ整備とかのお金を使うことが国内の内需を刺激して経済を成長させて、結局税収を増やす道なんだというところがですね、回路が切れちゃってるん切れですてるんでね。すね。これを家計の論理にしちゃってるから、こういうことになるんですね。これね、もうそこで、今せっかく先生振っていただいたんで、これがいわゆる MMT 論の本質なんですけれどもね、結局はもう先生にはもう釈迦に説法ですけれども、要するにインフラ整備するにしても財源がいります。で、財源は国債発行していけばいいんですけれども、で国債発行すると借金が残ると。で、借金がどんどん次の世代に残していいのか。ね、そういうことをしてはいけないじゃないかという、家計の借金と同じようなことを言うわけですよね。ところが国債というような政府の借金ではありますけれども、同時に政府の借金で事業をすれば、まず一つはそのインフラという財産が残るわけですけれども、もう片方残るのはですね、現実にはその工事代金支払いますから、支払うことによって結局負債は政府には残るけど、片方国民側に預貯金が、その分は必ずその分の国債の発行した残高の同じ金額の預貯金残高が増えてるんですよね。で、ここが実は誰もというかほとんどの人は分かってないんですよね。そうですね。あまりにもその家計に置き換えそうたなんです。議論が走りすぎていそうなんでて、す。確かに家計の主婦として、1億も借金があるのに、収入がいくらしかないなんてなのに置き換えてしまうと大変なんですけど、家計は借金すればそれ借金なんですけど、日本の国内は政府が借金する債務を持つということは誰かの債権に変わっているというところがですおっね、しゃる通りです。これがその家計とはアナロジーが成立しないところなんだというのがなかなか浸透おっししないゃでるす通りですね。ね。で、これで、実は私もこれずっといろんなところで講演しに行ったりして言ってるんですが、要は、腹式簿記というのが分かっていたら、すぐいる人にはすぐ分かるんですけれども、要は簿記で言うとですね、資産と負債というのはこれセットで仕分け登場するわけですね。例えば預貯金対借入金、要するに、資産側には預貯金で借入金、これが例えば100円借りたら100円の預貯金が増えると、同じ金額が増えるわけですね。だから、この借金を増やすということは、誰かの資産がどんどん増えていっていると。で、同じようにこれは国の、国債についても同じことを言いますが、国の債務が増えたら誰か民間側の資産が増えていくと。だから今一番問題は、国債が1000兆円を超えるような段階になってきてると、地方債務を入れますと。そうすると、これで以上増えたら、この GDP の2倍からあったら大変じゃないか、だからこれ減らせと言ってるんですけど、減らすのはいいとしても、国債をもし減らすということは、民間側からその分を全部取り上げるということになるんですよと。で、負債だけを、国の負債だけ減らすということは絶対にできないんですよね、これ事実としてね。で、そこをまず理解してもらわないかんですけれども、で最近私ですね、こういうことを財務省なんかにも言ってやってるんですけれども、財務省は
要はこういうですね、先生の MMT、 まあそれはそういうところもあるでしょうけども、しかしそういう論法で、戦前ですね、この国債を発行して、まあ、国民所得の倍、 2.5 倍のですね国債残高にもなった。で結局それで、インフレになってですね、ハイパーインフレになって破綻したじゃないかと、はい、こういうことを言うんですよ、はい、でしかしこれはまあ先生もとんでもないというおっしゃると思いますが、そもそもその時にそれじゃ何をしたのかといったらですね、実は財産税をかけてるんですよね、うん、で財産税というのはですね、新円切り替えでセットしたんですけれども、要はあの国債はみんなもう紙切れになったとよく言うんですが、なってないんです、うん、実は財産税課税をしまして、預金封鎖とセットしましてね、ああで、預金封鎖新円切り替えしようと思ったら先に申告しないかんと、でタンス預金のままでしたら 100% 使えないわけですね、新円切り替えしちゃいますから、だから新円切り替えするためにタンス預金も全部申告させると、はい、そうすると新円に切り替えてあげるんだけど、その時申告してきた金額、これそれぞれの資産状況によるんですけど、最高1500万以上持ってる人は9割取るんですよ、これで、それで要はまあ、黙ってたら使えなくなるけど、申告したら1割は使える金額残るという仕組みで、まあ、ものすごい課税をしまして、そして結果的に国債残高をゼロにした、あの当時ね。ということはまさに国債負債はなくなったけれども、国民側の資産もなくなったんですよ。で今で言うと1000兆円この国債をなくすために国民側から1000兆円の預貯金取り上げたと同じことをしたんですね、うんうん、でそういうことをしたらどうなるかと、うん、それは国民大窮乏、困窮、窮乏政策ですからね、はいはい、それは戦後の経済というのはですね、いかに混乱してきたかというのは、うん、それはもう想像つきますよね、うん、そうですね、で片っぽインフラを公衆で壊されて、で壊したインフラをなく直すためには本来は予算をつけていかなあかんですが、あの時は、全部ですね、その国の予算の3割を、この GHQ に終戦処理費という形で吸い上げられてるんですね、うん、昭和21年までの間、うん、で最後21年ぐらいは 10% ぐらいに減りましたけど、うん、3割取られてる、だから実際のインフラ整備はできないと、で工場とか自分の家とか焼かれたんでそれを直そうと思っても、今度はその復興税や財産課税を昭和21年にやってますからね、うん、金取り上げてますから使う金がないと、うん、だから20この戦後の25年までの間は非常にもう貧しくて、うん、いつまでたっても復興できない、でそれどころか昭和21年に600万人外地にいた人が21年末までに500万人帰還したと、はいはい、引き上げられてきたと言いますから、片っぽで供給できない、片っぽで急激な人口増加ですからね、うん、それはかなりのインフレになるのは当然なんですよね、供給力がもうなくなってましたからね、そういうことなんですよ、だから結局そういうことで今財政再建をしなきゃならないって言ってる人は、かつての財産税と同じように、あんた国民から財産取り上げて政府は、ね、借金なくなるけど、それが一体何の意味をしてるのか分かってるという、うん、まあ、本当そこをね、ちょっとこれから事実ですからね、これね、はい、歴史の事実として伝えなきゃいけないと思ってるんですけれどもね、おっしゃる通りですね、だからここのところが整理できないとですね、まずこのいけないんですけれども、特にもう一度インフラの話で言うと、私は今回の雨のあれでも思いましたけれども、まあ、新幹線も、昭和39年の東海道から始まって、本当は、平成の間ぐらいにはですね、まともにやったら全部できてるはずなんですよね、うん、本来はね、まあ、昭和の終わりから平成ぐらいに本当にやっていたら全部できてるはずなんですが、もしできていたら、例えば長野で新幹線車両基地潰れて東京この北陸間がしばらく通行止めになりましたけども、はい、本当だったら金沢の方から敦賀通って中京新幹線で名古屋出て行くとかいうね、うん、このリランダンシーの非常に優れた計画が全部あったんですよね、うんうん、そうすると かなり違う絵になっていたはずなんですよね、はい、これはで ああいうその山陰地方も 今のようなあの傘じゃなくて、かなりのやっぱり新しい時代になったと思うんですけども、これが30年ほどとにかく何もしませんでしたよね、これは、はい、ここは本当に大きな問題だと思いますね、うん、そうですね、もう何もかもが本当お金がない
ということで縮み志向になってきましたから、遅れてきましたけど、これがですね、私その国民にですね何か新しい挑戦をする気持ちを苗さしている、ね、これが大きいと思うんですね。東京大学の社会学の先生で瀬山先生という方がおられるんですが、はい、この瀬山先生社会学の先生なのに経済の本をお書きになりまして、日本経済は成長できないのかというタイトル、うん、まあ、そういうタイトルの本をお書きになったんですが、その中でその財政制約があるということで新しいことに挑戦する気概がこの国から消えていったというようなことを書いておられるんですね、うんうん、まさしくその通りで、単にその財政の話の中だけで閉じておったらまだ、まあ、それでも良くないんですけど、そうそう、まだマシとしても、その国民の例えばベンチャーを起こすやつが少なくなってるだとか、そうそう、いうようなことを言ってますけど、その環境を整備してきたのは財政が厳しいという財政再建至上主義だったんじゃないかと私は言いたいですね。だから財政再建至上主義という名前、先ほども言いましたけど、要するに究極の利己主義なんですよ、これは。で、債務と負債の関係というのはよくできてましてね、要するに私の債務借金はあなたの財産になると、でまたあなたが債務を起こして使ってくれることが私の財産、要するに持ちつ持たれつということで、まあ、共同体はお互いそういう形でですね、債務負担をしながら、またもしくは使いながら、でそのことによって全体がこう大きく成長するんですよね。ところが私はそういう借金もしたくないし、ね、あなたの、そういう損失を過ぎてあげることもしたくないと、で私は私だけでいきたいというのが究極の利己主義で、これは全く砂漠のままで何にも、この町良くならないし、それどころかせっかく作ってもらったものを修理することがもうできないようなね、もうことになってしまってるわけですよね。そのことに気がつかなきゃいけないんですがね、私本当に恐ろしいのは、もちろん先生やらね、そういう国交省や、まあ、他の省庁の人間はそれなりにみんな分かってるんですけど、これ財務省ですよ。ここね、本当にね、財務省って一応一番秀才が集まってると思ってたんですが、うん、本当にバカです。どうしよう、僕本当に僕もこれびっくりしちゃいましてね、うん、本当になんでこういうことになるのかと考えると、結局もともと秀才なんだけど、あの組織の使命に応じた仕事、つまり財政健全化というのが何においてもですね、錦の御旗ですからね、彼らは。でそのことが一番大事なんだということで考えていくと、その他のことが全部見えなくなっちゃうんですよね、うん、そうですね。これは設置法に書き込んでしまいましたもんね。そう前の大蔵省にはなかったのに、そう、これが本当にね、本当にどんな、だから財政健全化というのは何かというと、結局はこういうことでしょ、まあ予算で言えば、税金で入ってきたものの中でやると、ね、そしてもっと言えば赤字があって借金があったらそれをなくしていくと、これが財政健全化の多分意味だと思うんですけれどもね、それはまさに財務省の利己主義そのものでしてね、結局財政黒字、まあ、財政トントンという場合は、要は国民から税金を取りましたと、で取った分だけ使いましたと、こういうことですね。だから国民には何も渡してないんですよ。で財政黒字というのはですね、国民から100取りました。しかし50は借金されますから、50しか使えません。これ財政黒字で、要するにこれ国民から取り上げてるわけですよ。で財政赤字というのは、要は、国民から50しかもらってないけれども、今、大変な時期だから、まあ、100出しときますと。こういう話なんですね。じゃあどれが正しいのといえば、それは当然財政赤字の方が特にこういう時代にはですね、正しいのに決まってるんですよね。そうですね。でそれで何か間違いが起きるかというと、基本的にはこれ財務省だと分かってますけれども、国債は、自分の通貨で発行している限り絶対デフォルトしないというかできないわけですよね。で国債の償還期限になったら、同じ金額の国債を、もっぺん発行してそれぞれ差し替えたらいいだけの話ですから、何ら、その破綻しないと。ただ借金の国債残高は減らない、増えていきますと。で増えていくことによって何か問題が起こるのかというと、一つ考えられるのは、まあ、どんどんあんまりそれが増えていくと、いわゆる通貨供給をものすごくしてますからね、してますから、まあ、インフレになりますよね、当然ね。でインフレ傾向になっていくと、でそのインフレ傾向がどんどん過ぎていくと、まあ、もう一つ問題になったりするのと、でもう一つは、すぐみんな来るんですけど、じゃあそれだったら税金なしでもいけるじゃないかという人がいるんですが、税金は当然必要で、
この国債だけでやっていると遠出のことながら、その取る手段がないですからね。ある人にはお金はどんどん貯まるしけれども、ない人には全く渡らないという、そういうまあ非常に大きな歪みができますから、そういうことを含めて税を取って、また予算で調整するという、税と国債というのは当然セットで、与えるのが、国民に財産を与えるのが国債であり、予算。それで徴収する方がですね、このまあ税であると。で財源としては税も国債もあるけれども、違うのは片っぽは国民から取る一方だけど、片っぽの国債というのは国民に、この要するに預金通貨を与えてこのやっていくという、で与えすぎるとインフレが大きくなるんで、そこの調整をしながらやるというだけで、今はデフレで困ってるんですからね。そうなんですね。全くその話を、心配するところはないはずなんですけれどもね。そうですね。この前見えてたステファニー・ケルゾンが、質問のすべてが、ハイパーインフレにならないかというような質問で、デフレが20年続いている国でこの質問は何ですかと、呆れますよね。呆れてたようにですね、そんなハイパーインフレなんて、ハイパーインフレの定義から言うと日本は戦後すらなったことないですよ。なってないですよね。あれ本当にたかだか私も調べると、昭和21年の時にね、300% ぐらいだったのが3倍ですよ。でその後また 1.5 倍とかがあるけれども、要するに何十倍何百倍というような、そういうハイパーインフレってそういうやつですからね。何万倍とか、そう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 、そういうことは一度もなってないですよね、そもそも。